タンクの数に余裕を持たせて前に出ましたね。セカンドベース若干のダメージ受けましたが致命的ではない。ヒア選手はこのまま、今の頭を押さえたのを生かすためになんとかマップコントロールは維持し続けたい。逆にファンタジー選手はここでカウンター行くかしっかりとユニットを貯め続けてるかという選択肢があったんですが、これはファンタジー選手カウンターという選択。今回は圧倒的にファンタジー選手のタンクの数が上回っている。上回っているファンタジー選手のタンクの数。もう直接来る直接来る直接来る。今回はヒア選手が SCB を動員せざるを得ないパターン。しかしこれはヒア選手剥がせるのか。タンク全滅したぞ。剥がせるのか剥がせるのか。ヒットアウェイヒットアウェイ。引き打ち引き打ち。うまいうまい。マイクロが2枚ぐらい埋まって。さあ前のもう喉元抑えられてしまったので、マップセンターせっかくの序盤のリードを生かすためにマップセンター取りたかったヒア選手ですが、完全に頭を抑えられてしまったのでレース再び量産開始してとりあえず打破狙ってますね。こちらファンタジー選手の操作画面。そしてこちらヒア選手の操作画面。とりあえずレースでなんとかこの前線のタンク剥がしにかかりますね。じゃないとこのままタンクの数の差が圧倒的に開く一方なんですが、ゴライアス完全に先読みされている。おお、素晴らしい。これは決まった。両サイドからタンク、レースを先読みしたゴライアス。 GG。 これはうまいわ。カウンターの切り返しが半端ない。てか SK テレコムはもうどこでもいいから一勝すれば勝ちか。今日が終わるまでにどこでもいいから一勝すれば勝ちですね。どこでもいい、次でもいいし、次の次でもいいし、最後の試合でもいい。そんなことないな。아머리가완성되자마자일꾼을조카주는것보다는 왜냐면시즈모드를눌렀기때문에만약에레이스2스타에서레이스2스타에서계속생산하고있었다면일꾼을단련복고괴롭히는게더좋은판단일수도있었죠. SCB 를먹을게아니라레이스랑탱크랑서로퉁퉁보싸움을같이해주면은 SCB 나와서막치료하겠죠. 그래도탱크는한대이상터지거든요. 그러면서시즈모드를더앞에서아예해버리면아이게 SCB 가무서워서벙커옆에다가 CG 모드를한건데아그렇죠네탱크를잡아버렸으면그냥앞마당을날리면서계속괴롭히는그림이었는데여기서그냥선을딱그어버리니까멀티가빠른게이게힘이되잖아요계속돈을많이벌고있잖아요정병원선수가손해를보더라도먹습니다자원먹는밥그릇이다는데요지금요지금도벙커하나더지어지니까재빨리자리잡고 CG 모드해갖고추가적으로저조이기라인이전진하는것을막아줬고요그런데정병원선수가もうここ、この岡下のすぐ手前のところ押さえたときはもうこれ出れねえだろうと思ったけど、トスタイングを알면서도골리앗을뽑아가지고막대응할생각에タンク CG 모드할생각을잘안하는데거기서딱눈치채고추가로레이스가안오네클로킹을안하네그러면タンク CG 모드눌렀구나이걸정명선수가미리알고대비를한게이게진짜대박이에요이게수비를할수있던힘이었습니다그리고여기서포메이션을변환해서위에서아래치는것으로작전을바꾸는데요ここも綺麗やったし上から横から、ここな、ここもうちょっとな、大胆に前行ってもよかったのかもしれんけどな。
여기다 가운데다가 서플 만들었어야 돼, 서플. 다 했어야 됩니다. 그렇죠. S12 모델에 서플 만들고, 네. 워낙 긴박한 상황에서 그렇게 하기 힘들었겠지만, 그런 게 딱딱 맞아 떨어졌으면 괴롭히죠. 그거 탱크의 위치격이었던가나, 사이고. 끝을 놓친 거예요. 이러다가 역전당하는 구성훈 선수. S12, 야, 탱크의 위치격이니까. 이 구슬병만 고치면, 구성훈 선수는 정말 초반에 강한 선수.